皆さんこんにちは。今日は肩のトレーニングやっていくんですけど、1種目目にこのバーベルのショルダープレスからやっていきます。前回ダンベルのショルダープレスのコツの動画は上げたと思うんですけど、今日はバーベルでやっていくので、そのバーベルショルダープレスのコツ解説していきたいと思います。でまずはじめに結論から言うんですけど、バーベルのショルダープレスで僕が意識していることは、上げるに従って親指を近づけていくようなイメージ、親指同士を近づけるように上げていくイメージで僕はバーベルショルダープレスをやってます。前回上げたダンベルのショルダープレスは、ダンベルを寄せるんじゃなくて真上に上げるイメージでっていう風に解説したと思うんですけど、バーベルの場合はダンベルみたいに独立してないんで寄っていくっていうことがないんで、そのバーベルの特性を利用して逆に親指同士を近づけるようなイメージでやっていきます。そうすることによって肩にしっかり収縮感が最後まで伝わってくるので、僕はそのイメージでやっています。なのでそのバーベルショルダープレスの解説をちょっとやっていきたいと思います。まずこのバーベルのセットする位置なんですけど、僕はだいたい首から鎖骨の間ぐらいにこのバーベルが来るようにセットしてあげます。でここからだいたい肩幅より少し広いぐらいでバーベルを握ってあげます。でこの時の握り方なんですけど、僕は親指を巻いたり親指を外したりするんじゃなくて、親指をバーの真下に入れてあげます。そうすることで親指を近づける意識っていうのを持ちやすくなるんで、親指をバーベルの真下に入れてあげます。でここからグッと持ち上げるんですけど、この持ち上げるときに親指同士を近づけるイメージで上げていってます。であともう一つ、上げ切るときにちょっと顔を前に出すようなイメージでやってあげると、肩全体にもしっかり収縮がかかってくるので、しっかり上げ切るときは顔を少し前に出すイメージで、このバーベルショルダープレスも、プレス動作になってくるんで、前回上げたプレス動作で負荷を抜かない方法の動画と同じ、肘をロックアウトしない、伸ばしきらないで逆に下げすぎない、下げすぎると肩の関節に乗っちゃうので、肘が90度、90度よりちょっと下ぐらいでフィニッシュして、そこからまた切り返してあげる、このイメージでバーベルショルダープレスやってるので、今日もこれを3セットで、重量は6回から8回ぐらいできるぐらいのちょっと重めの重量でやっていきます。簡単ではあるんですけど、バーベルのショルダープレスこんな感じです。であと一つ注意してほしいのが、このショルダープレスとか、あとはスクワットとかデッドリフトとかもそうなんですけど、この縦の動き、体に対して縦の動きっていうのは結構腰に負担がかかりやすい種目になってくるんで、今日みたいにこのベルトをしっかり巻いて、腰を保護してあげる、あとしっかり腹圧を高めてあげて腰を痛めないように、特にこのバーベルショルダープレスとかは腰が反りやすい種目になってくるんで、しっかり腰を保護して怪我しないようにしてあげるっていうのがすごく大事になってきます。もし皆さんこういう動画参考になったら、コメント、いいね、登録よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。力